展示してくれました。現在ユーヒンは口の中に永久し、大人の歯が少しずつ生え始めてありまして、離乳食としてニンジンやリンゴといった柔らかい食べ物から食べられるようになっております。この後もうしばらくしますと、お母さんパンダのワンピンもこちら国内のお庭でやってまいります。サバンナの赤ちゃんユイヒンですが、あさって9月18日にお誕生日を迎えます。現在では生後363日、さあ明後日にはお誕生日を迎えるユイヒンですが、体重26キログラムまで成長しております。さあこの後はお母さんパンダのランキンもこちらの運動場へとやってまいりますが、まだまだ小さな赤ちゃんパンダのユイヒン、現在もお母さんの母乳ミルクを飲んで成長しております。お母さんパンダにとっては5回目の出産、8頭目の赤ちゃんということです。とっても上手に子育てを行っております。お、ちっちゃいじゃん。そんなユイヒンですが、現在ではお口の中に永久し、大人の歯が生え始めておりまして、運動場内にございますリンゴや人参といったそういった柔らかいもの食べ物から食べ始めることができるようになってまいりました。生まれたばかりの頃はとっても小さく、もう全身全身を使って自分の状態で生まれてくるパンダの赤ちゃんですが、現在ではご覧いただいているようにとっても立派な個体が成長しております。あー、ただいま、こちらの中の中の上とお母さんパンダのランキンもやってまいりました。ぜひこの後は親子で仲良く過ごす様子、皆様ぜひご覧くださいませ。また本日のためにお母さんにお越しいただいております。前の方である程度ご覧いただきましたが、その後この後後ろの方と場所の交代をしていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。皆様ぜひ場所を交代しながら譲り合っての迎えのご協力よろしくお願いいたします。実はお母さんパンダのラオヒンも先日9月6日にお誕生日を迎えました。現在17歳のお母さんパンダのラオヒン、人間で例えますと40歳40代のお母さんパンダのラオヒン、そしてお母さんパンダのユイヒンも先日9月14日に25歳のお誕生日を迎えました。さあそしてユイヒンも、さあユイヒンもあさって9月18日に1歳のお誕生日を迎えます。さあそして本日からユイヒンというお名前を付けていただいたユイヒンの名付け親のお客様にも本日からお越しいただいております。もしこの場所にいらっしゃる、名付け親のお客様いらっしゃいましたら、本日学生のユイヒン変身グッズもご用意しております。ユイヒンの名付け親になられたお客様、ぜひブリーディングセンターの入り口にはユイヒンの変身グッズもございますので、ぜひこちらご利用していただきまして、お写真撮影に合わせてお楽しみくださいまで。それでは遅れますが、前列でご覧いただけましたお客様、少し混雑してまいりましたので、後ろのお客様、後から来られましたお客様と場所を交代していただけますようにご協力よろしくお願いいたします。本日小さなお客様も多くいらっしゃっておりますので、前列でご覧いただけましたお客様、急いでいますが場所を交代していただけますようによろしくお願いいたします。
Thank you.